ジャンバティスト・コルネイユは、フランスの画家である。パリで生まれた。父親のミシェル・コルネイユは裕福な家の出身の画家で、バロック絵画の重要な画家、シモン・ブーエの弟子の一人だった。兄に、父親と同盟の画家、ミシェル・コルネイユがいる。父親から絵を学んだ後、王立絵画彫刻アカデミーで学んだ。1663年に、 ローマ賞を受賞し、1665年に財務総監のジャンバティスト・コルベールから奨学金を得て、画家のピエール・モスニエと版画家のエティエンヌ・ボーデと共に、ローマに派遣された。イタリア各地で修行し、1666年に設立されたザイローマフランスアカデミーでも学んだ。パリに戻った後、1675年1月にギリシャ神話に題材を取った作品を提出し、 王立絵画彫刻アカデミーの会員になった。パリの教会の装飾画を描き、1669年にパリのノートルダム大聖堂の装飾画も描いた。コルネーユの作品は同時代の画家や弟子でもあった版画家のジャンマリエットによって版画にされ出版された。コルネーユ自身も版画を制作することもあった。ありがとうございます。